今からですね、これスロープを歩いてずっと行くと向こうですね、2階に上がります、はい、でということはだんだんとですね、恐竜を見る目線が上がってきますんで、はいはい、だんだんとこう恐竜の見方が変わってきますから、こう見ますと今度恐竜の背中が見えるでしょ、はい、普通の博物館だと背中が見えないんですけど、そうどうですか、そのあんまり大きいって感じしないでしょ、はい、こう普通の動物に見えてくるんですよ、不思議とね、だいたい恐竜の時代と申しますと何年ぐらい前になるんですか。ですだいたい2億今からですね、はい、2億4000万年ぐらい前から一応6600万年前が、はい、主なんですね、はい、恐竜の生きていた時代なんです。あ、そうですか。地質時代にですね、はい、古生代、中生代、新生代、今は新生代なんですけど、はい、その中生代というのはまさに恐竜時代なんです。あ、中生代、ね、中生代ですね、はい、なんかジュラ紀とかいろいろ三畳紀、ジュラ紀、白亜紀って3つの時代で、はいはい、あ、3つの時代がね、生まれるわけですね。その頃は人類は、はい、またいなかった人類は全く影も形もなくて、はい、その、まあ、祖先のですね、はい、祖先が、まあ、恐竜と一緒に生活したんですけども、うん、まあ体が小さくてですね、はい、夜行性で、はい、まあ、恐竜がなんていうか昼間闊歩してますね、はい、まあ、夜行性だったとも言われてます。ああ、はい、そうですか、はい、小さな夜行性のまあまあ、ネズミったら語弊があるんですけども、はい、ネズミのような形をした小さな動物ですね。はい、そうです。それが哺乳類の、まあ、我々人類の祖先。人類の祖先。はい、そうですか。この辺りがその現在の哺乳類の祖先になりますね。で、ああいうネズミの格好したのが我々霊長類の祖先。ネズミじゃない、ネズミのようなまあ数億年前には、はい、やはり地球全体にいたわけですよね、はい、ですね、はい、現状で言いますと、うん、南極を含めた、はい、全ての大陸から恐竜の化石が見つかってますので、うん、あ、そうですか、はいはい、まあ、恐竜が来た当時の、まあ、時代によって少しは変化あるんですけども、うん、まあ現在のあらゆる大陸で地球、恐竜は生きていたと、まあ、例えば北極圏でもですね、恐竜は生きてたわけですね、はい、ああ、はい、そうですか。北極からも足跡の化石であったり、はい、骨の化石なんか出ております。あ、はい、今は、はい、今の日本列島も実は大陸にひっついてましてですね、でもう当時は国境がなくてですね、うん、アジアの恐竜、まあ一応アジア地域の恐竜も、はい、まあ、今のいう国境を自由に行ったり来たりしてましてですね、はい、でもう一度今度はアジア と北米とかですね、はい、アジアとヨーロッパ、これも交流がありましてね、で、そういう意味ですね、また恐竜自身がですね、うん、まあ、世界中 その子供さん方に興味がある、うん、対象ですから、ね、うん、ある外国の先生がおっしゃったんですけども、はいはい、恐竜はこう、うん、一番なんていうかな、いいですね、はい、恐竜親善大使であるというようなことをおっしゃって、なるほどなと思ったことあるんですけど。